エドックス、クロノメーター、リザーブドマルシェ。今回ご紹介するのは、エドックスの自動巻き時計、クロノメーター、リザーブドマルシェです。フランス語で、パワーリザーブ系を示すネームで、ゼンマイの巻き上げ、残量を示す機能を搭載したモデルです。文字盤はブラックカラー。ブレゲ全数字とリーフハンドの組み合わせ。6時位置にパワーリザーブインジケーター。ミニッツメモリは、金属のボールを埋め込んだドットポイント。ディテールにこだわった、精悍な風防デザインです。SS ケースはラウンド型。裏蓋は、精緻な歯車の動きを眺めることができる、スケルトンバッグです。バンドは、メーカーロゴ入り革ベルトを装着。洗練された上質なデザインですので、ビジネスシーンや普段使いから、フォーマルまで幅広い場面で活躍できるかと思います。エドックス。1884年、スイスのビエングで時計職人クリスチャン・デュフリー・フルーリーにより創業された歴史あるブランド、エドックス。古代ギリシャ語で時間の意味を持つエドックスは、創業当時から伝統的な時計製造技術を継承しながら先進技術を取り入れ、唯一、無二の時計を作り続けています。1961年に 200m 防水を実現したデルフィンを発表したことで、スポーツモデルの代表ブランドとして、世界中に広く知られることとなりました。現代でも世界最速を競うレースの公式時計を担当するなど、実力派の老舗ブランドとして世界中で愛されています。操作方法。右サイドにあるつまみがリューズです。そのままのポジションで手巻きができます。自動巻きの時計ですが、針が止まっている場合などは、時計本体を小中で軽く振り、ローターの音がします。手動でリューズを巻き上げて、針が動いていることを確認してご使用ください。リューズは、右回し、時計回りに、指先の腹で前方に押し出すようにして巻き上げます。できるだけゆっくり優しく巻き上げてください。リューズを引いて回すと、針が動いて時刻調整ができます。ハック、秒針停止機能付きです。サイズ。ラグ幅は 18mm。ケース径は約 35mm。リューズ含まず、縦、ラグからラグまで約 42mm。厚さ約 10mm。風防含むです。この時計の外観コンディションや精度など詳細は、説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。また、お気に召しましたら、チャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。